どうも、赤星赤崎にせよ赤星マシマシTVおい、お願いいたします。どうなんだよ、なんだよ。いや、あ、ねえ、ステーキをめちゃめちゃ切ってますけど、はいはい、なんだもう、マシマシ終わりか。あ、ネタ切れですか。これがですね、なんとちょっと違うんですね。なんですか。見てください、こちらね、まずお店の外観、はい、ね、新橋駅と都営三田線の内幸町駅が使えるということで、お昼になんとステーキの二郎系を始めたというですね、夜がメインのあのワインホールグラマーネクスト新橋さんっていう、うん、あのお酒のねお店なんだけど、はいはいはい、昼に営業を始めたんですね。ステーキ五郎じゃないですか。ステーキ五郎です。大々的にね、はい、写真も出してるし、でまあこちらあのオーダー制ですね、食券ではなく、うん、でシングル150、ダブル300、ワンポンドで450、うん、そして生卵トッピングという、まあメニュー的にはシンプルな、うん、これしかないんだけども、なるほど、これがですねオーダーするときに、うん、まあ、こうなりますね、紙でほう、こう丸をつけてくるんだけども、野菜にんにくバターはマシマシできると、うん、ね、それからトロトロ油筋というのがつけられる、まあ、もちろんね今回はワンポンドを選択してですね、全部右じゃないですかもう。偏りのある口頭でよかったんじゃないかっていう、ね、なるほど、全部ということでね、おいー生卵も一応つけて、おりますね。でですね、あのご飯とこのスープは一応おかわりも無料ということで、最大サイズにしたやつをさらにもっと食べたい人は、どんどんおかわりしちゃってるということで、セルフサービスなんでね、店の奥にこうやってありますんで、まあ、自分で取っていくんですね。で、うん、赤崎さんが今回、あ、そうですね、投稿しました。そうなんですよ、はい、始まった新商品をオーダーして、それは後ほどということで、そうですね、はい、見てください。まずは私の、ね、最初はこのトロトロ油筋からいきますが、これね、二郎に入ってる油をね、うん、こう牛で表現してるというような具合の、なるほど、結構いいですよ。ま、あのお肉そのものを食べてるかのような油筋です、うん、そうですね、油の域を超えてるってことね、超えてます、うん、文字通りすごいトロトロ感があってですね、うん、できればこれもマシマシしたかったなみたいなね、これでだいぶご飯いけるっていうのはあります、ね、あ、結構いける、結構いけます、はい。さあ、そして目立っていたお野菜ですが、ややくたでしたね、私のはね、たっぷりかけられてね、そのままでももうね味付き野菜としてめちゃくちゃ美味しいですね。これはタレとかソースがねもう、ものすごい上からいってるんで、ちょっと3分の1だけ食べてね、もういけちゃいましょう、お肉いっちゃいましょう、ね、いっちゃいましょう。いやー、下から出てきた、よっ、ういしょい。これが3枚なるほど入ってるんですね。やるね、箸でギュチュウシです。切りなよ、切りな。ナイフもフォークも使う、まず使いません。フォークだって持ってんの、一応、まあ、持ってますけどね、かじれるぐらいですね、柔らかい。確かにそうなんですよ、うん、まあ、ミディアム、まあ、ミディアムレア、うん、ぐらい、まあ、ミディアムかな、うん、やって柔らかさ、うん、で、まあ、ステーキソースはですね、うん、あの醤油ベースではあるかもしれないんだけど、そんなに醤油してない、うん、ちょっとこうあの玉ねぎの甘みがあるような、うん、シャリアピンソースのような、味付けであったと、うん、僕の人が間違ってなければ、はい、ちょっと信憑性はね半分半分で食べていただいて、まあ、行ってみてね、そこはね、でニンニクの辛さは、まあ、平均的、粒は大きめなんで、こうライスとともにね、こう食感味わうタイプのニンニクなのかな、ガーリックライスじゃないんですね、これはニンニクライスなんですね、はい、あくまで、やっぱ二郎ニンニクということでね、そうですね、すりおろしのね、そうなんです、うん、でまあ普通ステーキだとあのニンニクなんかこう輪切りになって、うん、ありますね、炒めてあるやつがあるんで、あれうまいんだよ、あれもうまいんだけどね、この粒タイプで食べるのはレア、ね、まあまあ新ね、確かに新鮮でね、焼き方はミディアムだがレアということでね、でダクダクだからね、もうこれねまああの下のソースでね、またちょっと切る映像になってますけど、このようにややね赤みがかかっているという焼き具合でございまして、これをね今回生卵に浸すんですね、なんかちょっと高級感あふれるような食べ方に見えますね、これね、うん、なんかおしゃれな、まあ、フォークのおかげなのかこれは、フォークのおかげなのかな、うん、ステーキの生卵、お、僕たち初体験、確かにあんまないな、そうそうそう、でも塩系肉汁卵に溶け込んで、これ結構美味しいですよ、うん、このやり方、ね、お店の方がね推奨してくださって、あ、そう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 、うん、まあプラス50円でつけられるんで、うん、まあ、せっかくだからこれはいっちゃってもいいと思います、ね、そうですね、うん、でここにちょっとこのあっさりしたねスープをこう飲んで、うん、これ少しこうあの口直しをしていくんですね、優雅ですね、まあ、ランチってことでね、とで、うん、これですね、これなんですよ、あ、これね、これこれ、なんだこれ、何かっていうとですね、これが新商品のゴロ揚げという、ゴロ揚げ、
はい、これ発売日未定なんですけども、うん、これでっかい唐揚げなんですね。唐揚げね。はい、すごいでしょこの形ね。五郎だから。五郎だから。よく見てくださいこれね。すごい。いやもうちょいなんかなかった。すか。これが一番似てんのか。似てると思うんですよ。だからもうこれかじったらどうなるかっていうと。あー、それやりたかったんだ。あー、そういうことか。それやりたかったんですね。俺ごと行かれておいてるすいません、ちょっとね、やりたかっただけなんですけども、このねソースをそのまま使って、そうなんですよ、ね、下味ももちろんステーキソースでついてるんですが、ね、これを有効活用しても美味しいよというふうに店員さん の、うん、あのおすすめがあったので、うん、やっちゃってますね。これね、お酒と合いますよね。いつもそれ言うけど、なんかお酒飲めないえ、そういつもそれ言うじゃないですか。いやいや、待ってください。とりあえずね、紹介はしたいんですよ。紹介はしたいんですね。あ、まあ、そうか、お酒の店でもあるとは言ってたからね。そう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 。お昼も飲めるということなんですが、まずハイボールの値段、安っ、60円です。安っ、うん、ね、まあ、下にグレープフルーツも80、ウーロンハイも70とか言ってますけども、めちゃくちゃ安い中、1リットルのジョッキにしてようやく200円。安っマジやばいっすよね。でドライ朝日スーパーで160円、ありえない、この値段はありえないです、本当に、うん、ありえないですよね。でソフトドリンク同じ値段なんです。まあでも安でしょ、コーラとかも70、ジンジャーエール70で、ペリエお水が250円、ね、まあ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 、高とは言わないよ俺は別に。まあ海外のお水だから取引が高く思えるもんな、これ。ああ、確かに確かに。というわけでね、ハイボールなんですね。おえ、水はい、一気にねいっちゃうかもしれません。いっちゃう、いくのかな、むずいね。これ見てください。はい。あ、マジで。これが合うんだけど、このハイボールとのこの語呂上げ、ああめちゃくちゃうまかった。そうね、やっぱハイカラっていうぐらいですから。ああ、組み合わせ。それもあるんだ。ハイカラっていう。これは推奨してないですよね。あ、それもオリジナルの貧乳化系なんですよ。貧乳化系。スープ、ステーキスープ。ステーキスープ。ステーキソース。これもうステーキスープ。ステーキスープ。旨味がね、ギュッとします。スープ別であったんだけどね。確かにね、というわけでね、足待ちレベルは89点。ゴロク、ゴロに合わせたんでしょ。あ、役ゴロだから、ゴロに合わせたんでしょ。いや、たまたまね、なあ、すごかったよね。実は91点だった可能性もあるんだけどね。役ゴロで、それしたかったわけでしょ。役ゴロですね。前にね、秋葉原で、うん、たけるさんってところでステーキ二郎、うん、ちょっとまあ、いただいたんだけど、はい、あれ期間限定で終わっちゃったから。なるほどね。レギュラー化でやってらっしゃるのはもう、ね、昼間はね、ゴロさんだけかもしれない。なるほど。そう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 。で、ここまではこのステーキしかなかったんだけども、うん、先週の日曜日に新商品が出たということで、うん、それをですね、うん、先に体験させてもらったんですね、我々。あ、そうですね、はい、で、その様子がザキさんが、そうですね、次回、はい、大丈夫かよ、おい。じゃあ、ぜひとも。マック壊れてんだろ。いやいや、そう言わなくていいんですよ。大丈夫かよ、早急に直して編集しますんでね。だって、あさってだよ、あさって。まあ、大丈夫かよ、マック壊れてんだろ、まあ、もしかしたらフォントが変わってるかもしれないですよ、スマホでやって。画面が映んなくなっちゃって、ね、画面が映んなくなっちゃって、ね、お願いしますね、お願いします、早急に対応します。あと、ラーメンつぶやの2回目。あ、すいません、本当に忙しくて。まあ、前後がいろいろバラバラになりますが、はい、出していきますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、ごちそうさまです、はい、